では今回はですね、岩川飛行場探訪ということでね、まあ、彗星が沖縄方面にね、夜襲した部隊のね、急増飛行場ということで、海軍の基地ですね。で、まあ、ここにある通りね、浮揚部隊の通信号とかね、まあ、いろいろあるんですけど、ちょっとね、今回は入ることできずにですね、まあね、事前にね、予約とかすればできるみたいなんでね、まあ、ちょっと機会あればまたね、行ってみたいと思います。で、最初はね、松山城っていうところをね、登ってったんですけれども、まあ、ここら辺にも陣地あるんじゃないかなと思いながらね、思ってたけど、わかりませんね。まあ、松山城、ここのところですね。お城の、まあ、こうやってね、なんかこう、空堀がね、なんか道路にしたんじゃないかな、ところいくつですね。まあ、神州不滅の碑っていうのがあってね。まあ、神州不滅ってのはもちろんね、日本の本土は不滅だぞっていう意味なんですけれども、まあ、それはね、この戦争に負けても日本は滅べないっていうね、当時の義仲師団長というんですかね、中将が、書いたそうですね。で、まあ、ここからのね、この景色も、まあ、見ての通りですね。なかなかね、要塞チックな場所なんていうのはね、わかるんじゃないかなと思いますね。で、これは、なんか石があると思ったら、なんか六地蔵っていうね、もっと前の時代のものでした。で、このね、南日本新聞というかね、このなんかご飯屋さんみたいなね、レストランのところにまた地下壕があってですね、そこはね、ご飯食べながら行けるかなと思ったんですけど、ちょっとね、季節柄言う、半時はやってないみたいでね。まあちょっとそれも失敗しましたね。まあ、あらかじめね、時間分かってれば予約してね、行ったらいいのかなと思います。で、ここがね、もう明らかにね、地下に潜ってるんで、地下通信号の入り口だっていうのがね、わかりますね。で、もう一箇所ね、その地下通信号の入り口みたいな、また別の場所にあってて、これが、地下号みたいなのがあって、こっちは地下通信号のね、通信号の、基地通信号跡って書いてあります。ここもね、民有地なんで外から見えただけなんですけれども、こう、入り口はね、何箇所かあるの。ちょっとね、こう、外から覗いてみるとね、なんか物があってね、地下にある感じがなかったらちょっとわかんないです。で、ちょうどね、なんかこう山が綺麗ですね。まあ、ここも塞がれててね、まあ勝手には入らないようにしてほしいですね。まあ入りませんけどね。あとね、この弊社の断面図。まあここはもう何も残ってないんで、この看板でね、省略をしたいと思うんですけど。あと地下整備場のね、この跡っていうのは、まあ4年、数年で埋没したってね、あるんですけれども、まあ、海軍でね、この地下整備工場、飛行機整備工場っていうと、まあ、ビーフォローがね、思い浮かんで、あ、やっぱビーフォローもあったのかな、こういうのは、と思いつつ、まあ、陥没しちゃったみたいですね。まあ、ここはなんか爆走ゼロ宣伝説とかはちょっとないみたいですね。で、ちょっとね、この写真わかりづらいんですけど、ちょっと旭日がね、なってまして、まあ、ちょうどね、その浮揚部隊のね、まあ、ここはちょっと時間を間に合わずに行けなかったんですけれども、資料センターがこれでして、そこのね、浮揚の塔のところの、この飛行場のね、先の方がこうなってましたね。まあ、もしかしたらね、もうちょっと私が紹介しきれてないんだけど、他にもなんかあるのかもしれませんけれども、まあ、とりあえずね、ありそうなものはこれぐらいですかね。この牛10頭は放ち牧場に行きそうとかね。その辺がちょっと面白いですよね。まあ、ここにもね、岩川飛行場っていう跡っていうのがありますね。で、ここはね、慰霊碑なんでね、まあ、慰霊していくのがいいかなと。ここにはね、ノートなんかもありますね。で、ちょうどね、この飛行場の先に雲が浮かんでてね、綺麗でした。
ではね、岩川飛行場簡単となりますけどね、以上としたいと思います。ありがとうございました。